こんにちは。ここに誰かが来るなんて、珍しいな。私は、初音ミク。とっても素敵な名前だね。君は、こことは別の世界から来たみたいだ。ふっふっ。君の世界。ここは世界の狭間。たくさんの思いが詰まって、そしてたくさんの世界が生まれる場所だよ。世界はね、思いから生まれる不思議な場所なんだよ。思いの数だけ世界があって、姿形を変えるの。私はここでそれぞれの世界から歌が生まれるのを見守ってるんだ。ふん。世界で思いの持ち主が本当の思いを見つけると、その思いから歌が生まれるの。歌は強い思いでできてるから。だから世界の私たちも本当に。ふっふっ。そうだよね。でもね、みんな心の奥に強い思いを持ってるんだ。もちろん君の心の中にもね。私と一緒に歌、きっと歌が私さ、君の思いを教えて。一緒に歌ってくれて。君はみんなの思いを、そして世界を見守りたいって思ってくれてるんだね。ふふ。私と一緒だね。だからね、ちょうど新しい世界が生まれようとしてるよ。君にも聞こえる？
しい世界が生まれたみたいだね。ここから先は私も君も見守ることしかできないけど、でもきっと思いの持ち主たちは本当の思い、世界の私たちも手伝ってくれるしね。ふふ、すぐにわかるよ。さあ新しい歌に会いに。お母さんのオルゴールが好きだった。体が弱いお母さんのためにお父さんが曲を作ってプレゼントしたオルゴール。作曲家のお父さんが作る曲は優しくて温かくて、聴くと幸せな気持ちになれた。いつか私もお父さんみたいな曲を作りたいって思ってた。でも、お父さんはもう曲を作れない。私のせいで作れなくなった。お父さん、私の曲がお父さんを苦しめてた。私が、お父さん、私の曲が誰かを幸せにできる曲じゃなかったから、私は誰かを幸せにできる曲を作れるようにならなきゃいけない。どんな人でも救える曲を作らなくちゃ。私は作り続けなくちゃ。